海と日本。透明度が高く美しい海が広がる場所、鹿児島県本土の最南端佐多岬にある佐多岬海中公園です。なんていうの、あれなんだっけ、スタンドアップパドル、サップって言いますよね。サタでできるんだ。いや気持ちよさそう。いやこんにちは。あ、手振ってくれた。気づきましたね。こんにちは。すごい。これがいわゆるサップなんですか。はい、すごい。結構大きいんですね。大きいですね。これ、結構大人が、結構大人子供2人乗っても大丈夫。そうなんですか。地元の方ですか。そうですね。この辺の。というか、いざ式でダイビングショップやってて。はい、へぇー。そうなんだ。瀬戸口明久さん。地元のダイビングショップのオーナーです。この日は妻と2人でサップを楽しんでいました。どうですか、この佐多のこの海は。ここはやっぱ綺麗ですよね。潜ったらどんな感じなんですか。ここはですね、サンゴが多いところです。サンゴ、もうテーブルサンゴとか、あのビロー島の前とかですね、あの沈船があったりとか、船が沈んでたりとか。なんかロマン感じますね。佐多ブルーとも言われる佐多岬周辺の海、美しい紺碧の海には大きなテーブルサンゴにウミガメ、色鮮やかなお魚、そして夕日が沈む海の景色。瀬戸口さんのダイビングショップのホームページでは、佐多を中心に鹿児島の海の魅力を発信しています。なんか皆さんすごい感動するんじゃないですか。そうですね、皆さんこう初めて来られると魚の多さと生物の大きさにびっくりされて、大概の方がリピーターでまた佐多を来ていただく、佐多の海にまた潜りに来ていただくということですね。じゃあもう一度来ると虜になるって感じですかね。そうですね、私も実際こう潜ってて、あ、今日なんかね、新しいものに出会えないかなっていうワクワクしていつも潜ってるんで、そんな中で佐多の海を皆さんにこう伝えられるっていうのは楽しい仕事してて海と日本プロジェクト in 鹿児島は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。